公立鳥取環境大学では自然環境の保全と経済発展二つのバランスが取れた社会を実現するための人材育成を行っていますご出演いただくのは環境学部の小林智道さん専門分野は動物行動学や進化心理学で現在は日本モモンガとコウモリの行動と保全などの研究を行っています 鳥取環境大学の小林です。えっ、ー、と、今回はですね。えー、第二回目ということで。まあ、日本モモンガの。地域活性化を利用した。結びつけた保全という話について。お話をしたいと思います。これが。ええー、足付け区、彼らが住んでいる場所は、こんな。場所です。ちなみに、ここの黒いところはですね。 杉林でそれ以外がまあ自然林ということになります。で地域活性化をつなげた保全というのはどういうことかっていいますと,、えー、と例えばですね我々はまあ野生生物が大事だ自然が大事だ生態系が大事だっていうことを言いますね。でまあそれはそうなんです。それがないと我々は生きていけないんですね。 空気、水とかですね、それから温度とかそれを作り出してくれているのが生態系なんですね。でただですね我々はじゃあ10年後20年後その生態系のことを考えて行動するっていうのは非常に苦手なそういう生き物なんですねホモ・サピエンスというのは。我々が生息地の保全拡大これをですねしっかりやるためにはそれをやることによって 何らかの経済的あるいは精神的精神的っていうのはそれによって地域がなんか元気になるとかですねあるいは経済的っていうのはまあお金ですよねお金が入るとかそういう仕組みがないとしっかりやりましょう意欲を持ってやるっていうことにはならないんですね。これは重要な点ですで私がまあ考えているのはその地域ごとにですね シンボル的な生き物が地域地域に必ずいるんですね。でそれを使って何らかの経済的なあるいは精神的な利益が得られるようなそういう仕組み作りをするそうするとそれによって利益があるんだからそこを守りましょうっていうそういう気持ちが浮かんであの湧いてきます。そういうういいい仕組みを作りたいということここですねでこれは 生息地の保全に限らず環境問題全てについて使える構図だと思います。でそれをですねモモンガについて行っている取り組みについては「アシズモモンガプロジェクト」というふうに名付けまして具体的にはまず調査が必要です。なぜなぜらば生息地を守るためには 彼らにとってどういう生息地が必要なのか生息地の要素が必要なのかっていうのをしっかりとと見極めないといけないいいけんですねだからそういう意味でも生態調査の研究が必要であとですねその地域の人たちにその動物そのモモンガの住む森そのモモンガ自体を知ってもらわないといけないということですね。 それここからが、えー、と利益っていう話になりますけども、まあ、モモンガの場合にはその特性からして、まあ、いろんなケースがあると思うんですけどもモモンガの場合には、まあ、まあまあいわゆるかわいいっていうかかわいさの特徴を持ってますからグッズがいいんじゃないかっていうことですね。でグッズを、えーまあ、学生たち地域の人たちと一緒に考えて、えー、販売して利益を得るっていうことですね。 モモンガエコツアーと呼んでますけども県内県外からそこに来てもらってまあ,あ私の調査研究をに同伴してもらってそれを見てもらうっていうふうなそれによって泊まる場所食事それからってお話しますけどもまあそこで。 モモンガの湯という,うな風呂もあってですねそこでお金が落ちるっていうようなそんな企画ですねそれをまあここで行ったわけですね。でですねまずそのどういう環境を守らないといけないのかっていうそこがしっかりと抑えられている必要があるんで、まあ、当時ですねこれだけの調査地区を作りました。 でそれぞれの調査地に10個の巣箱をかけますで地上6メートルから7メートルぐらいの場所に巣箱をつけてモモンガが住みやすい場所であればそこにモモンガが巣を利用すると。でいろんな植生のところにつけたんですけども例えばモモンガはあの杉を食べるんですけども。 スギリンばっかりの場所では巣は利用しません巣はつけてるんですけど利用しませんどういうところを利用するのかどういうところを彼らは生息するのかというとですねスギリンだけどもスギリンであってなおかつすぐ近辺にですねすぐ近くに自然林まあ、イヌシデとかミズナラとかブナとかそういうものが生えているところ でその理由ですけども、植物の側も生物であって自分の身を守るっていうことを行います。で、植物の場合にはトゲを出したりとかいろんな方法があるわけですけども、その中でほぼ野生の植物が持っている防衛戦略っていうのは毒ですね。毒物質を必ず持っています。ですから例えばですね、動物が同じものを えー、同じ植物を食べ続けるとその毒物がだんだん溜まっていってである臨界点を超えると毒性をバッと出して周りによっては、えー、その動物を殺したりしますニオモンガの場合にも主食は実は杉なんですね杉を大変好きで食べるんですけども同じ植物だけを与えた場合と2種類の植物を与えた場合とで その実験をしてみると1種類だけの場合にはこういうふうに体重は下がっていくわけですねで2種類与えた場合には体重は維持されますつまり草食動物はこうやってるんですね、えー、植物のに対する戦略として防衛戦略としてある植物を食べ続けてその毒がたまっていって臨界の濃度になる手前のところで 食べるる植物の種類を変えるんですねそうするとまた新しいい植物の毒がゼロからままっていきますそのうちに最初食べた植物の濃度が徐々に減ってくるのでまたその植物が食べれるようになるですから杉林ばっかりの場所では杉ばっかりを食べないといけなくなるので、えー、おそらくモモンガはそういう杉ばっかりの林は好まない。 近くに自然林、他の種類の植物があるような場所を好むんだというふうに考えられます。だからそういう場所、例えばこんな感じですね。パッチ状にでもこういうふうに自然林があるような、こういう環境が彼らは非常に好むという。ここからがまあ利益という話になりますけれども、先ほども言いましたようにパッチ状でもいいから、 自然には残してくださいよって言ってもその地域の人たちは林業で、まあ、生活の糧にしているわけですね手間がかかるわけですね、えー、自然利を残すということはねそのために利益が必要だっていうことですね、えー、一つは、えー、これ何をしているかってっ地域の人たちにその説明をしているわけですね。これが日本桃がですよっていうのをう実際に見てもらいます。 皆さん大変興味を持っていただいて、まあ、こう写真を撮ってですね、まあ、盛り上がっているところですけれどもそれで一方でグッズについてはですね私もサジェッションしながら学生に考えてもらって地域の人にこんな文学グッズはどうですかって、まあ、一緒にこう作っていくっていうようなそういう作業をやりました。 こういういいいグッズがです、ね、いろいろ実際に完成すするんですね実用的なものそれからこれさっきちょっと申し上げましたけどモモンゴの湯この地域で県の助成も受けて湯を作りました風呂を作りましたでその風呂の名前をモモンガの湯というふうに地域の人が名付けられたんですね。 これはまあ敬老会ですけども敬老会の時に参加された方に持って帰ってもらうためにモモンガ焼きという必ずそのモモンガグッズには印鑑を押すというのをこれは統一したんですけどもその印鑑を大判焼きにこう焼くんですねそれだけでまあ価値があってそれをモモンガの敬老会の方たちに参加してくれた方たちに まあ送るとと、まあ、楽しいことですね精神的な利益ですよね。それからこれも面白いと思うんですけどもそのプロジェクトでやっている範囲外のその地域でも、えー、モモンガをアピールしたお酒ですねとかこれキーホルダーですかそんなもんも作られて。ここれは重要なことで 地域の中で自発的にモモンガが利益と結びつくような形で浸透していくっていうことですねこうなるとモモンガがいないと利益はないわけですから自然儀を守ったりするっていうそういう保全をしましょうっていう動きは皆さんにとって利益があることですから進みますねこれがまあ環境問題でで大事な視点だと思うんですね。 からこれは「モモンガエコツアー」といってあの県外の大阪の方の子どもたちが来て、えーまあ、私が調査をするでその時に、えー、いろんな説明をするわけですね。でそこに住んでいるのはモモンガだけじゃなくてモモンガを中心にいろんな生態的なつながりでもって他の動物もいます。そういうい動物のことも含めて モモンガをを含めた生態系の説明をしているっていうところですねでこれ、えー、と何かっていうと第1回目のところで、まあ、親代わりに一生懸命育てたっていう話をしましたけどもその子どもたちの話ですけども彼らとの別れの場面ですねまああのー、ちょっとまとまりない話になりましたけども以上でですね日本モモンガ 行動それから保全地域活性の話を終わらせていただきたいと思いますどうもありがとうございました